時は戦国時代。織田信長が天下を取ろうとしていたその頃。ヨーロッパで作られたアジアの地図には、なぜか日本が二つの国に分けて書かれています。織田信長のジャパン。そしてもう一つが豊後。治めるのは大友宗麟です。宗麟はヨーロッパで、日本で最も英知聡明な王と、信長よりも高く評価された大名です。宗麟が掲げたのは、あのヨーロッパの十字軍と同じ十字架の旗印。まさに戦国の十字軍でした。乱世の日本にキリスト教とキリシタンの理想国家を建設する。キリシタン大名の宗麟は、人々が皆キリスト教徒となり、仲睦まじく暮らす理想郷を作ろうとします。今も宮崎県に残るその国の名は、ムシカ。あるポルトガル語から付けられたと言われます。それは宗麟にとって、神の御心を表す響きでした。しかし、この国を作るために始めた聖戦は、悲劇に終わります。2万人もの家臣が宗麟の夢の犠牲となったのです。自らの理想のために愛する者たちを死なせてしまった罪を、どう償えばよいのか。宗麟は追い詰められます。敵の軍勢2000に対し城にこもった味方はわずか十数人。そして助けを求める数千もの民。宗麟は身を挺して民の命を救おうとします。それは乱世における奇跡の光景でした。その時歴史が動いた。今日は戦国の世に愛と戦いの矛盾に苦しんだキリシタン大名大友宗麟、その数奇な人生をたどります。こんばんは、皆さん、松平です。その時歴史が動いた。今日の主人公はこの大友宗麟です。彼は戦国時代、九州の、まあ、今の大分県ですね、を中心にして北部九州を治めたキリシタン大名であります。で、今日のその時は天正15年、西暦1587年の3月といたしました。まあ、これはこの大友宗麟が、まあ、秀吉の力も借りたんですけれども、まあ、彼の宿敵であった薩摩の島津ですね。その島津軍による九州平定を阻止したその時であります。で、ちょっとこれをご覧いただきましょうか。これは宣教師のかのルイス・フロイスのですね、書き綴った日本の資料でございまして、大変膨大な量があるんですけども、この大友宗麟に関する記述が2つありましてですね、1つは、宗麟は日本で最も聡明な王であるという記述。これはもうキリシタン大名の宗麟はフロイスに対して、そういうふうに映ったんでありましょう。それからもう1つはですね、彼ほどその西洋の人を手厚く保護した大名はいない。これはもうまさにその通りでございます。今日の物語の舞台はですね、九州。鉄砲、そして、キリスト教が日本に初めてやってきた場所でございます。日本が変わろうとするその南蛮文化のまさに入り口でございました。大友宗麟はキリスト教に触れてですね、何時殺すなかれ、戦のない平穏な理想郷を作ることを目指しました。しかしその戦のない国を作るために
戦をしなきゃならなかったという、この矛盾に彼は思い悩むんですね。そして悩んだ末、彼の到達した答えは何だったのか、それを今日はこれから見てまいりますけれども、まずは今日は大友宗麟がこのキリスト教を信仰するに至るその経緯からですね、物語を始めたいというふうに思います。16世紀の半ば、大航海時代、西洋と東洋の出会いは日本に大きな変革を生み出していました。現在の大分市、豊後の国府内には外国船が頻繁に立ち寄り、西洋文化がいち早くもたらされていました。天文14年のある日、府内の港にポルトガルの商人たちが上陸しました。当時16歳、若き大友宗麟が弟と共に持ち込まれた西洋の品々に目を奪われていた時のこと。試し撃ちしようとした銃が暴発し、弟が怪我をします。宗麟の目の前で、ポルトガル人はすぐに治療を施しました。当時の西洋の医学は、軟膏を使った止血剤に強力な消毒薬、傷を縫う技術など、日本に比べはるかに進んでいました。宗麟は目を見張ります。西洋の文物は何事も優れている。得るべきもの、甚だ多し。天文19年、二十歳になった宗麟を悲劇が襲います。大友家の内輪揉めで宗麟の家族が何人も殺されたのです。実は大友家は、代々謀反と内乱の絶えない一族でした。さらに、豊後の国は中国の毛利氏、薩摩の島津氏などの大国に囲まれ、常に緊張を強いられていました。こうした不安定な国をまとめるため、宗麟には強い指導力と敵と渡り合うための軍事力が必要でした。21歳で大友家の当主となった宗麟は直ちに動き始めます。それは、日本にキリスト教を伝えた宣教師、フランシスコ・ザビエルを招くことでした。宗麟には狙いがありました。ザビエルを通じて、ポルトガルとの貿易を盛んにしたいと考えたのです。宗麟は軍事力を高めるため、鉄砲や火薬の原料、硝石などを大量に輸入します。これは宗麟が輸入した日本で初めての大砲、フランキ砲。その威力に宗麟は国崩しと名付けました。こうした軍事力を背景に、宗麟は領土を次々と拡大していきます。一方、貿易相手のポルトガル人とのつながりを深めるため、宗麟はキリスト教を手厚く保護します。領内での自由な布教を認めた上、宣教師には土地を与え教会を建てさせるなど、その優遇ぶりは全国でも例を見ないほどでした。宗麟が住む府内では、日本人のキリシタンが急増し、ザビエルを招いて4年後には、1500人を超えたといいます。現在、大分市で行われている発掘調査で、当時の府内の様子が明らかになってきました。
キリシタンが身につけていたものが大量に出土しているのです。これは何ですか？これはあの、メダイになります。はい、メダイ。はい。メダイとは、キリストの顔や聖母マリアなどが描かれたメダルです。首から下げ、お祈りの時に使います。同じ形が二つとない素朴なデザインから、府内の住民の手作りであることが伺えます。見よう見まねで作ってる、まあ、かなりたくさんのものがあるっていうことは、まあ、やはりそういう命題とかに対して民衆たちが非常に渇望していて、で、まあ、それを、やっぱり自分たちはそのキリスト教に改心したということで持ちたかったと。キリスト教の影響により、府内は西洋の進んだ文物が溢れる町へと変貌していきます。宣教師たちは布教の傍ら病院の建設を進めます。内科や外科をはじめとした日本初の総合病院でした。誰もが無料で最新の医療を受けられました。さらに、孤児院や学校も作られ、府内は医療や福祉、教育の充実した都市へと発展します。デウスとは、甚だ大切にして、大いなる不思議あるものなるべし。宗麟は、日曜日ごとに教会で行われるミサに、たびたび訪れるようになります。そこで、生涯忘れられない出会いが待っていました。聞いたこともない不思議な音色。美しい調べには、神の慈悲が宿っているようでした。戦に明け暮れる宗麟の心をそっと癒していきます。西洋音楽ミュージック、ポルトガル語でムジカ。ムジカの優しい響きの中で、宗麟は争いのない理想の世界へと思いを馳せたといいます。その間にも勢力を強めた宗麟は元亀2年、ついに6カ国を治める九州最大の大名となりました。しかし、キリスト教への信仰心を深めるにつれて、宗麟は心に一つの矛盾を抱え込んでいきます。何時殺すなかれ。たとえ敵であっても殺してはならないというキリスト教の戒めと、戦いの世を生きる戦国大名の現実は相容れないものでした。悪をなす者を殺すことを命ぜずば、国はいかにして治むるをうべきか。これは宗麟にとって宿命的な苦悩となったのです。ゲストのご紹介です。静岡大学教授の小和田哲夫さんでいらっしゃいます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、宗麟と西洋との関係というのは、まあ、最初のうちはね、たまたま宗麟が出会った、先進的な医療技術に代表される西洋文明であるとか、あるいは豊かな物資でこう貿易すれば儲かるんじゃないかとか、そういうこの、まあ、言ってみれば利用するものだったんですけども、だんだん彼にとってみればそれが、このキリスト教の信仰にまで入っていくという、この心理的な背景というのをご説明いただけますか。まあ、宗麟自身が、
まあ、かなりこう教養を持っていた人、まあ、素養があったって言いますかね、うん、ですから茶道具で諸大名たちもうよだれを垂らしそうになるぐらいの名品をいくつたくさん持ってましてね、うん、だそういった意味での、まあ、文化人だったっていうのが一つあると思います。あ、まあ、それとあと、まあ、禅宗に彼は帰依していくわけですけども、まあ、ちょっと言葉は悪いですけれども、何かすがりたいものすがれるものがあれば何でもいいというかね。ですからキリスト教も多分その一つだったと思います。あ、なるほどね。まあ、ただその戦いのない、その争いのない、殺し合いのない世界を作りたいという、まあ、あの彼の理想と、うん、しかしその戦いのない世界を作るためには戦わなきゃいけないんだという、うん、このですね矛盾を当時のキリシタン大名ってやはりみんな抱えてたんでしょうかね。そうですね、普通はもうそれはそれ、これはこれ、とにかくまあ、戦いには出かけていく、人は殺すけれども、うん、それは信仰は信仰だという、うん、多分別に分けて考えてたと思うんですよね、うん、ただ宗麟自身はそれをまあできるだけこう統一しようというところで一種のまあジレンマに陥るといいますかね、こう悩む形になりますね、うん、まあ、キリスト教の信仰とですね、それから戦国大名であるという現実と、この狭間で彼は揺れるわけですね、宗麟は。そして悩むわけです。で、その矛盾は、しかし、現実の悲劇としてですね、彼に迫ってくる。次の VTR をご覧いただこうと思います。天正4年、47歳になった宗麟は、長男吉宗に家督を譲ります。戦国大名の立場を離れ隠居することで、キリスト教の教えに忠実に生きたいと考えたからです。しかしそんな宗麟の姿勢が、文豪を揺るがす事件につながります。あるキリシタンの少年が、仕えていた主人の命令に背きました。仏教の寺へお札を受け取りに行くことを拒否したのです。少年は主張します。たとえ主人の命令であっても、異なる神に関われば、ゼウスに背くことになります。この考えは、主従関係で成り立つ武士の社会を根本から揺るがすものでした。少年は処刑されることが決まります。しかし、この決定を宗麟が覆したのです。キリシタンはデウスに背くことができない。少年の心境は私にもよくわかる。お咎めなしの裁定に、家臣たちは衝撃を受けます。キリシタンは古い習わしを破壊し、臣民をして領主に背かしめ、国を滅ぼす。キリスト教にのめり込む宗麟に対し、家臣たちの反感が募り始めます。そんな中、宗麟のもとに隣の国日向の伊藤氏が訪れます。薩摩の島津氏に攻められ助けを求めに来たのです。宗麟の息子吉宗と家臣たちは、島津と戦うのは危険だと考え、援軍には慎重でした。しかし宗麟は日向への遠征を強く主張します。強硬な宗麟に吉宗はしぶしぶ日向への遠征を決めます。天正6年3月、6万の大軍を日向に向けて出発させました。軍勢を見送った宗麟は意外な行動に出ます。それはキリスト教の洗礼でした。実は
宗麟が日向攻めを主張した目的は、自らキリシタンとなって新たな土地に渡り、そこに理想郷を作るというものだったのです。天正6年10月、宗麟はカイロ・日向に向けて出陣しました。その旗印は神躯の十字架。それはかつてヨーロッパのキリスト教国が異教徒の地に遠征した十字軍と同じものです。宗麟にとってこの遠征は神の名のもとに行う聖戦だったのです。宗麟は日向北部、現在の宮崎県延岡市の川岸に上陸しました。そしてこの地をキリシタンの理想郷に選び、新たな名前を付けます。ムシカ。それは、教会で聞いたあの美しい西洋の音楽、ムジカから取ったものだと言われています。その地名は今でもこの町に受け継がれています。ムシカ町に代々暮らしている金子俊夫さんです。音楽というのはムジカルというそうですね。ムジカル。それから来た後、じいさんたちが聞いています。で、大友総理はここムシカが一番良かったんだと思います。川あり山ありね。田んぼな、田んぼありね。僕たちも虫がいいとこだなと今でも誇りを持ってます。宗麟は新しい国を作るにあたりこう宣言しました。この国は今までと異なった新しい法律や制度で治める。すべての者がキリシタンとなり、兄弟のごとく愛し合うこと。しかし、宗麟は、理想郷を建設するためには手段を選びませんでした。地元の住民が代々信じてきた神社やお寺をことごとく破壊します。さらに、捕らえた僧侶や神官たちを、教会建設の人足として働かせたのです。なぜ宗麟はこのような行動をとったのか。宗麟を研究している神田隆さんはこう考えます。そのカトリックという宗派は、デウス以外の神を拝んではね、いけないと。そう規定してるわけですね。だから、日本の神や仏というものは、異教。つまり、破壊してもやむを得ないという考えは、非常に強く持ってたわけです。ですから、宗麟自身も、彼から見た邪教である、日本の神社、仏閣、そうしたものは壊していこうと考えたと思います。その頃、島津との戦いを続けている大友軍では、宗麟のキリシタン国家建設に対し不満が吹き出していました。キリシタンではない家臣たちは、戦いの目的を見失い、軍議もまとまらない状態に陥ったのです。そうした中、天正6年11月12日、大友軍と島津軍の最大の合戦が始まります。この戦いの様子が屏風絵に残されています。大友側のある武将が自分の手柄だけを考え、命令を待たずに対岸の島津軍に攻撃を仕掛けます。そこで待っていたのは島津軍の鉄砲隊でした。まとまりのない攻撃を繰り返す大友軍は、島津軍の統制の取れた一斉射撃に次々と打ち倒され、総崩れとなります。
散り散りになって敗走する大友軍。その先に、急流、耳川が待ち受けていました。追い立てられた大友兵は、冷たい水に飲み込まれ、溺死しました。記録では、大友軍の戦死者は2万人に上ったと言われています。戦場から遠く離れた無視下でこの敗北の知らせを受けた宗麟は衝撃を受けます。皆が愛し合って暮らすという理想のもとに始めたキリシタン国家建設。しかしそれがもとで、最も大切なはずの部下を大勢死なせてしまった。私は一体、どこで間違えたというのか。宗麟は無視下を捨て、豊後への退却を余儀なくされます。宗麟の理想の国は、わずか2ヶ月で崩れ去ったのです。大友宗麟が目指した戦のない理想郷の建設。この理念と現実とのギャップにですね、宗麟は気づかされることになります。つまり彼はその理想郷建設を急ぐあまりですね、例えば家臣たち、あるいは領民たちのそれまでの宗教ですね、それまで信じていた宗教をないがしろにしてしまうということをしてしまったわけですね。それによって彼らは宗麟から離反していく。彼の理想郷建設構想というのは崩壊していったわけです。また耳川の戦いでは宗麟の大変大事な家臣たちを非常に多く失ってしまいます。彼はどん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 孤立していく。そういう彼の苦境を見計らったかのように薩摩の島津軍が攻め上ってくるわけですね。さあこの危機を彼はどのようにして克服するのでございましょうか。皆さん、いよいよ今日のその時でございます。耳川での敗北を境に大友家は転落の一途をたどります。これまで服従していた大名たちが島津氏と手を組み、大友家に反旗を翻しました。さらに大友家にも亀裂が入ります。息子吉宗は宗麟を厳しく批判します。父上は邪教にうつつを抜かし、神仏をないがしろにする。もうついていけない。宗麟はこの危機を自らが背負うべき宿命として捉えていました。この苦しみは、私の罪を償うため、神が与えたものである。天正14年3月、宗麟は豊後の民を守るため、自ら身を挺した行動に出ます。僧侶の姿に変装し、わずかな家来と共に大阪へと向かいました。当時大阪には、天下をほぼ手中に収めていた男がいました。豊臣秀吉です。秀吉を味方につけ、九州に援軍を出してもらえば、豊後を救うことができる。宗麟はそう考えたのです。この時、宗麟57歳。敵の兵や海賊の目をかいくぐりながらの旅は、まさに命がけでした。4月、大阪城に着いた宗麟は、秀吉に自ら頭を下げて援軍を頼み込みます。宗麟の熱意を感じながらも秀吉は答えました。援軍は1年後、四国を平定した後になる。
それまで持ちこたえてほしい。その8ヶ月後、天正14年12月、島津軍はついに大友家の本拠地、府内に攻め込みます。宗麟が愛した教会や美しい町並みは、ことごとく焼き払われました。さらに息子吉宗は島津軍に敗れ、府内を見捨てて逃亡します。この時、宗麟のもとに残った家臣はわずか十数人だけでした。しかし宗麟は、府内の隣町、臼杵で最後まで戦う覚悟を決めます。臼杵城は三方を海に囲まれた両外堅固の地です。そこには、宗麟がポルトガルから輸入した日本初の大砲、ブランキ砲が2門装備されていました。さらに、城に攻め込む道は狭い切り通しが一つだけ。とならわずかな兵でも大軍勢を防ぐことができます。宗麟は鉄壁の防御を誇るこの臼杵城を最後の砦としたのです。瞬く間に府内を落とした島津軍は、いよいよ臼杵へと兵を向けます。これに対し宗麟がまず行ったのは、家臣を周辺の村々へと走らせることでした。宗麟は付近の領民に臼杵城への避難を呼びかけたのです。戦場では、民は、殺されるか奴隷として連れ去られるのが常でした。宗麟はこうした民の命を守ろうとします。ここで数名の家臣が立ち上がりました。あの狭い切り通しで守りを固め、少しでも敵の侵入を遅らせようというのです。切り通しを塞いだ家臣たちは、わずかな人数で島津の大軍を食い止めます。やがて臼杵城は、避難してきた数千人の領民であふれます。宗麟は分け隔てなく、キリシタンでない人もかくまいました。しかし、切り通しに向かった家臣たちは、二度と戻りませんでした。そして、臼杵城の前に、2000人の島津軍が押し寄せます。宗麟はここで、あの最新兵器、フランキ砲を繰り出します。大地を揺るがす轟音と巨大な砲弾に島津軍は動揺します。戦いは睨み合いとなります。そうした中、宗麟は自ら疲れ果てた領民の救済に当たりました。避難していた宣教師の記録です。王は自分のわずかな食料を民と分かち合い、ある者には衣服を与え、窮乏する民を救うために全力を尽くした。ここに宗麟は、身分や信仰に関わらず、他者にひたすら尽くすという境地に至ったのです。籠城開始から3日、早くも弾薬は尽き果て、宗麟は祈ることしかできなくなります。
ところが、宗麟が目を疑う出来事が起こります。島津軍が突如城から離れ始めたのです。実はこの頃、一度は逃げ出した息子吉宗が、父の奮戦を聞き、軍勢を整えて臼杵に向かおうとしていました。島津軍は、これを迎え撃たねばならなくなったのです。ついに宗麟たちは危機を脱したのです。その後、大友勢は粘りを見せ、ゲリラ戦を展開。3ヶ月にわたり、豊後の各地で抵抗を続けます。そして、その時。天正15年、1587年3月。宗麟の援軍要請を受けた豊臣秀吉が、九州に向け大阪を出発。これを知った島津軍は、豊後攻略を諦め、薩摩へと撤退します。ここに、秀吉によって九州は平定されました。秀吉は、後に宗麟の功績に報いるため、日向の国を与えようとします。かつて、キリシタンの理想郷を作ろうとした日向。しかし、宗麟はこれを断ります。宣教師がその理由を記しています。王は、新たに国を治めることを望まず、魂が救われることのみを願った。澤田さん、今日のその時は歴史をどうお伺いしたんでございましょうか。はい。宗麟がですね、やっぱりこう島津に最後まで抵抗して、その島津による、九州平定っていうのを許さなかった。うん、これが一番大きいんですよね。うん、ですから、もしこう島津が大友を滅ぼしていれば、秀吉が出てきた時にかなり激しい戦いになって多くの犠牲が出たと思うんですね。ですから、その辺の意義っていうのが一番大きいでしょうね。もう一つ伺いたいのは、その臼杵での戦いですね。あの戦いにおける宗麟の、動き、ありよう、これはどう評価なんですか。一般領民をああいう形で城の中に入れて、助けたっていうのは、そういった意味では非常に珍しいですね。で、それは、なぜかっていうと、やっぱりこう、戦国時代は、封建的な主従制の時代ですので、もう身分の上下っていうのはあるわけですよね。だからそういった意味では、あそこで宗麟と、民衆たち、庶民たちが一緒の、なんですかね、鍋からすくって食べるっていう風景っていうのは、まさに、こう、主従関係なしの、平等の空間がね、あそこで初めて戦国時代という中にありながら生まれた。だからそういった意味では非常に珍しい瞬間だと思います。そうですか。いや、どうもありがとうございました。今日は大友宗麟の生き方、これをずっと見てまいりましたけれども、番組の終わりに、今日のその時以後の大友宗麟並びに豊後の国のキリシタンたち、これはどうなったかということを皆さんとご一緒に見ながらお別れしたいというふうに思います。今夜もご覧いただきありがとうございました。大分県津久見市。大友宗麟が晩年を過ごした地です。宗麟はここで、九州が平定された20日後、病を得て急死します。享年58。葬儀は、宗麟が育て守ってきたキリシタンたちの手で行われたと記録されています。しかし、この地に残る宗麟の墓は、仏式です。実はこれは、後に作り変えられたものです。そこには、キリスト教をめぐるある事件が関わっていました。
宗麟の死からわずか1ヶ月後の天正15年6月、豊臣秀吉が突如宣教師を国外に追放するバテレン追放令を出しました。それを受け、宗麟の息子吉宗が、キリスト教式の墓を咎められるのを恐れ、仏式に作り変えたのです。その後、文後では、キリシタンの弾圧が行われ、宗麟が灯したキリスト教の火は消えていきます。さらに、宗麟の死から6年後、朝鮮半島への出兵をめぐって秀吉の逆鱗に触れ、大友家は取り潰されてしまいます。宗麟が愛し守ろうとしたものは、すべてこの世から消え去りました。しかし、あの臼杵城の戦いで民を救った宗麟は、ヨーロッパで、日本で最も英知聡明な王と語り継がれるようになります。晩年の宗麟の心は、キリスト教が教える次のような境地に至っていたと言われます。人生における敗北、苦しみは、試練であり、不幸ではない。灼熱の炎に磨かれる黄金のように、試練によってこそ、人は高められる。インド、そして世界で貧困に苦しむ人々を救い続けたマザー・テレサ。民族や宗教の違いで人々が争う姿を目にしてきた彼女は、一人に、そしてまた一人にと手を差し伸べることで、人々の意識が変わり、平和へとつながることを伝えようとしました。次回のその時歴史が動いたは、平和への道を模索し続けたマザー・テレサ。その激動の軌跡をたどります。